はい、こちら小さなゴジクバイスを買ってみました。非常に安かったです。使ってみたくて買ってみました。バイスオンバイスで、とりあえずね、ジグがないんで。
というわけでこちら完成いたしました。ご覧のようにですね、もりもりと削り出しました。はい、ここら辺、ここのね、壁わざわざ90度にせずにテーパーにするあたりね、私のこだわりです。もう完全に私を満足させるためだけのデザイン。はい、ここポケット掘ってます。肉抜きです。そしてこのポケット上に向く予定なので水抜き穴が開いております。はい、ここのねポケットもね、地味にね壁面がテーパーになっておるとか、はい、肉抜きのポケットがあったりとか、こちら私のために私が作りました、デザインしましたというわけで完成でございます。そしてちょっとした近況報告なんですが、はい、私マシニングを今年は買おうと思っております。はい、CNC でね、ご覧の通りこれだけのものが作れますので、私個人のものを作るためだけであればですね、まあこれで十分と言えるんですが、ナイフ動画を作ったりですね、まあ今回のように株の動画を上げるたびにですね、ぜひ製品化してくれと、売ってくれと言われるわけですね。で、まあやれなくはないんですが、まあこれでやると非常に時間がかかるということなんですね。売り物にできるような値段に収まらない、僕のインク費を入れるとね、ならない、撮影して編集して、そして、販売用の製品も作ってっていうことがね、24時間、きっちり使い切れる人間ならいいんですが、まあ大体寝てますのでできないということで、自動である程度加工が行えるマシニングやっぱ欲しいなということで、今年はマシニング買うぞという目標、意気込みを持ってですね過ごしております。はい、でツイッターでマシニング買いたいけどどうやって買っていいかわからんみたいなことはつぶやいてたわけですよ。まあ、当然じゃないですか。アマゾンでポチッとしてスーパーでこれをくださいって言ってマシニングを買えるのか買えないということでですね、どうやって買っていいのかわからないのでつぶやいたわけです、ツイッターで。そしたらですね、うち売れますよと、見に来ませんかというふうにですね、お声掛けいただきました商社さんがおりましてですね、こちらファナックのロボドリルを実機、見学させていただきました。非常にね、ファナックのロボドリルは知っております。はい、私知ってます。 BT30 のマシニングといえばこれ。はい、でもちろん知ってたんですが、まあ、買い方がわからんとかもろもろ相談をさせていただくついでにちょっとね行かさせていただいたんですが、その商社さん非常にねこのロボドリルに関して詳しい。はい、オプションはこういうのがこういう理由でおすすめですよとか、自工具ね、バイスやらなんやらかんやらっていうのに対しても詳しいし、ホルダーも詳しいし、刃物も詳しいっていう非常に珍しい商社さんということですね。なぜかというと自分のところでもこれ使って加工しているっていう、加工もできる、提案ができる商社さんということですね。見学のついでに非常に勉強させていただきました。はい、概要欄の方にねその方の、ツイッターのリンク貼っておりますので、今ちょうどロボドリル探してたんやっていう方はですね、ぜひそのアカウントをフォローしてみてはいかがでしょうか。刃物のね詳しいっぽくてですね、多分刃物マニアとかそういう類の、領域の人です。はい、まあ、もしよかったらフォローしてみてください。ファナックのロボドリルとか、BT30 といえばファナックロボドリル。はい、そしてブラザーのスピーディオ。はい、こちら私あんまり詳しくなくてですね、ブラザーのスピーディオがあるというのは知っておりましたが、どんなものなのかというのは正直分かりませんでしたが、まあツイッターでつぶやいたことをきっかけにちょっとご縁いただきましてですね、スピーディオのカタログいただきまして、カタログ見てたんですが、すごいですね。ファナックロボドリルとはまた違った方向性にゴリッと進化した、BT30 の機械となっております。はい、もうねトルクがね、主軸トルクが鬼だなっていう風にカタログを見てた時点で思ってたんですが、実機の方も見学行かさせてもらいました。まあこの主軸トルクだけでは語れない凄みというものを見せていただきました。はい、スピーディオもねいいですね。 BT30 で探しております。 BT30 がやっぱりねコスパがいいと。はい、まあそんなことで BT30 をターゲットに入れてですね、今探しておるという近況でございます。はい、そのうちマシニング買ってやろうと、今年中に買ってやろうと思っておりますという近況報告でございました。はい、でこちら組み立てていきたいと思います。
はい、こちら。ここのボルトの固定に使われている、ここに入っているナット。こちら皆さん、何と呼ばれておりますでしょうか。このこれ。板バネが入っている緩み止めナット。はい。これね、いろいろ言い方あるかなと思いますが、U ナットと呼ばれる方、結構多いんじゃないでしょうか。ちなみにその U ナットというのは、富士精密の U ナットという商品名となっております。はい。この U ナット、商品名です。バイクの緩み止めナットのシェアナンバーワンを取っているのが、この富士精密の U ナットとなっております。はい、今回はこれをね、新品に交換していきたいと思います。ご覧の通り、干渉等なくうまいこと組み立てられているという状況となっております。まあ、なんせね、3D プリンターで試作しておりますので、ここら辺は問題ないという感じです。ホイールつけていきたいと思います。はい、というわけでご覧のように組み立てれましたということになっております。 3D プリンターで作ってる部材がねまだ残ってます。リパーサポート残っておりますが今後削っていきたいと思います。見た感じね問題なくできているかなと思います。余計な干渉もなく、はい、スムーズに回りますという感じです。久しぶりのね株の企画だったんですが、まあとりあえずできたということでコツコツね進めていきたいと思います。なかなかいいでしょう。はい。あ、そう。で、こういったデザイン、まあここに今回削り出したアルミの部品がありますし、反対側ね、以前削り出した部品がありますし、スイングアームの方とか、あ、ここら辺もですね、削り出したり溶接したりしているわけなんですが、大前提で、その 3D モデリングは一体何で行っているのかというと、Fusion 360で行っております。今回削り出した部品もそうですし、ここ最近、まあ、1年2年あたり削り出しといえば Fusion 360の CAM 機能を使っておりました。はい。で今回ですね、なんとオートデスクの Fusion 360の方から CAM 機能の PR お手伝いいただけませんかということでお声掛けいただきました。ありがとうございます。非常にね便利なソフトウェア Fusion 360なんですが、その CAM の方となるとですね、 CAD の方はまだ情報がたくさんありますけど、 CAM の方っていうのはあんまりないということで、ちょっと解説の動画を撮らさせていただいておりまして、動画なんとか技研、はい、一応サブチャンネルの位置づけとなっておりますが、そちらの方で結構細かめにね解説していきたいなと思います。で本数もね何本か用意する予定でございますし、もう1本目ぐらいは出てるのかな、はい、といった状況になっておりますので、ぜひ概要欄にありますので動画見てみてください。 Fusion 360の CAM 興味ある方はねぜひ見てください。まあね、なんせ私の活動の結構根っこを握っているソフトウェア Fusion 360、はい、お声掛けいただいたということで非常にありがたいです。嬉しいです。ぜひね動画見てください。まあ、なんせね Fusion 360ないと話が進まへんっていうぐらい使ってますんでね。はい、というわけで久々の株の動画でございました。またね継続してやっていきたいと思います。ちょっとねいろいろ忙しかったんでほったらかしになりましたが、今年こそはフロント周り完成させていくぞということでやっていきたいと思います。
はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。